集まれ動物の森、今日もやっていきましょう。というわけで、はいさい、鈴木貴政です。今日もね、集まれ動物の森やっていくんだけど、ちょっと収録ミスって、はい、今日は声がこういうところから始まっております。で、昨日からね、ゼノブレイド2ライブで頑張ってやってるんで、これはまあなぜかというと、まあ、ゼノブレード2ね、5月29日までにゼノブレード2を終わらせると言って宣言したじゃないですか。宣言したの、ただ宣言したのはいいんだけれども、あと、あれ、あそこにいるのは、ちょっと待って、持ってないんじゃない、これアメンボ、あ、こっち来た、こっち戻ってきて、まあ、5月29日までに終わらせることができるできないのかと、とにかくまあこのペースじゃ終わんないよというご意見が多数を占めておりましてですね、あ、持ってたのか。まあ、それで自分としてもやっぱり計算すると無理っぽい。ネットで調べてみると、ゼノブレード2クリアに100時間かかる。100時間でこれじゃなくて、昨日ライブに来た人からの600何十時間やってるからね。普通の RPG だったら50時間とか60時間で終わるから、そういうノリだと思ってたわけ。で、ゼノブレード2は、まあ、購入してからちょっと 3D 結構激しくて、まあ、手をつけることができずにいたわけなんだけど、ねえ、まあ、いつかやればいいやと思って、ずっと、まあ、入れてあったわけね、スイッチの中に。それで、まあ、新作出ることだし、新作じゃないか、リメイクが出ることだし、じゃあ、リメイクの発売までに終わらせようかなと思って始めたら、100時間どういうこと ?600? なんだ、あ、そうだ、ここ埋めたんだ。600時間ってどういうことよ。なので、まあ、ちょっとみんなには申し訳ない。集まれ動物の森のライブとか、フォートナイトのライブを期待してみんなには申し訳ないんだけど、夜のライブ、夜7時ぐらいからやってるやつ、しばらくちょっとね、ゼノブレードに集中しようかなと思っております。ただ、本当にそれ申し訳ないんで、それ以外の時間、昼間とか夕方とか、まあ、そのあたりにね、集まれ動物の森とか、フォートナイトを入れていこうかなと。って考えてるの。ただこれ何時ぐらいに入れようかっていうのが、まあ、自分だから今迷いっつうか何つうか、まあ、迷ってる、考え込んでる。なので何時ぐらいだったら都合がいいよっていうのを、コメント欄などで教えていただけると嬉しいです。できる限りね、そのぐらいの時間に合わせてフォートナイトとか集まれ動物の森やっていこうかなと思うんで、まあ、よろしくお願いします。まあ、自分としてはまあこのぐらいの時間、朝まあ9時から10時、10時半ぐらいがなんとかやりやすいかなって思っていたり、してるんだけど、まあ、どうだろう。悩みのプロセス。さて。今朝いただいてるお手紙は平行さんから貴政さんへ、高かったんですよ、プレゼントいただいております。まあ、それでね、いただいたプレゼントがスイッチなの。もう動物の森スイッチ、動物の森スイッチいただいたんだけど、これ見て、最初にもらった、購入プレゼントかでもらったのがスイッチがこうあって、それから動物の森スイッチがあって、なんかそのうちこの部屋スイッチだらけの部屋になったりしたらどうしよう。まあ確かにね、リアルでスイッチもう一台欲しいし、動物の森スイッチ欲しいんだよ。で、子供用にスイッチライトも欲しいんだよ。欲しいんだよね。悩んじゃうな。そしてさ、さらにこの部屋、物置だよね、完全に。そろそろなんとかしたいと思っております。ま、というわけで、ちょっと株価チェック、いきます。はい、今日の午前中の株価は、1株87。
日曜日に株買った時は110ベルで買いました。で昨日の月曜日のね朝は96ベルで、月曜日の午後は91ベルで、火曜日今日の朝は87ベル、順調に下がってる。一応ね、これね、教えてもらった株価の予測ツール、これ打ち込んでってるんだけど、こうひょっとしてさ、減少型っていうタイプじゃないの？まずくない？売り払った方がいい？どうしよう。まずどうしよう。減少型？だったらこれもう大損、大損超えてる。これマジでやばい、マジやばい。どうしよう。90、 いやどうすればいいの。折りって何？折りって何？折りってちょっと、折りって何？折りって本当に折りだ。鉄鉱石で、あ、みんなが地下室に作ってるやつ。いいな、作ろっかな。鉄鉱石でできるんだ。地下室作ったら、折り作って誰かを閉じ込めておく。いいね。お、やっぱり今日もスタンプラリーやってるんだ。よし、同じ報酬？同じ報酬だったらいらねえよね。いらないよね。どうしよう。はい、鑑定します。報酬同じなのか。ちょっとバカらしくなってきたな。けどまあどうしよう。ちょっと回ってみるか。本当に同じだったらどうしよう。ちょっと待って、回るよ。さて、じゃあスタンプラリーの位置が変わってる。どこ？とりあえずちょっとね、ここ試してみて。あれ？ここ試してみてね。これでまあもらえるものが昨日と違ってるようだったらいいんだけど、同じものだったら特にいらないよね。どうしようかな。ちょっと待って、マジで迷ってきたぞ。毎日やってさ、コンプリートしたらそれはそれでなんかあるかな。なかったらどうしよう。あれ？あったあったっけ。コンプリートしたら何かこういいものがある。やっぱりコンプリート目指してやってみるか。いや、これでコンプリートなかったらマジでどうしよう。なんか無駄なことをね、毎日毎日やってるっていうことになりかねないし。どうだろう、何がもらえる。とりあえずちょっとここだけ回ってみてね、試すよ。なんだろう。どうしよう。あ、もらえるものは？何か。はい、何もらった？もう一回確認するよ。虫の壁飾り、同じだわ。どうしよう。同じものばかり、そんないらないし、いらないし。大事なことある2回言ったけど。それでもさ、
だから全部集めたことでまた何かもらえるものがあるんだったら、それはすごい欲しいじゃん。どうしようかな、本当に。探求類。どこにある？あと。実は恐竜じゃない。あ、これか。はい、恐竜もコンプリート。そんだけ壁飾りもらっても飾る場所がない。誰かにプレゼントで送りまくる。嫌がらせだよ、それは。完全に嫌がらせ。どうしよう。ついでにこっちも魚の方も行くか。かと言って本当に飾る場所もないし、コンプリートしちゃうかな。氷の海とアビス。あれ、これ昨日も同じところじゃなかったっけ？アビス。ここだよな。氷の海って。氷の海っつったら上か。こっちじゃなくて。この上。消えてます。魚のスタンプもこれで全部集まった、けれどもらえるものが同じ。なんかやだな。どうしよう。まあとりあえずこれコンプリートしたら何がもらえるかっていうのは気になるんでやってみようと思います。ただ明日からはもうここは時間外だな。はい。クリアしましたよ。クリアしましたよ。まあいいか。はい。というわけで、まあ今回はこんなところで終わろうかと思います。まあ、とにかくね、株価が、まあ毎日減ってってる。ということで、減少型じゃないかなって思ったりもします。だから誰かの島で本当にこう株価がねむっちゃ上がってて今売り時っていう島があったら教えてください。絶対に遊びに行くんでよろしくお願いします。というわけで、まあ今回はこの辺で、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。